どうも、9番街ネット京極です。お世話になってます。このウイルスの影響でですね、10日間ぐらいですかね、休みに、なってますんで、その間僕ずっと大阪の方に帰ってきてるんですけれども、もうずっと実家にいまして、1秒たりともお笑いに触れてないわけですね。その R1 とかも録画で見ましたし、なんでちょっとね、1本ぐらい動画を撮って帰ろうかなということで、卒業アルバムをね、高校中退してるんで高校のが持ってないんですけど、中学校ですね、藤井寺私立第三中学校というところを卒業して、そのアルバムを持ってますんで、これをちょっとね、見てこいと言われてますので、これ確認していきたいと思います。これ僕もね、久しぶりなんで、ちょっとどんなやったかね、あんまちゃんと覚えてないですけど、藤井寺私立第三中学校、スペシャルタイムインマイライフウィズユー、絆。夢はでっかく、可能性は無限大、自分で踏み出せ夢の第一歩。マジで覚えてんな、関わってへんやろな、1秒もこのスローガンを作るときに携わってないんやと思うんですよね。ちょっと中を見ていきたいと思います。結構ね、もうやっぱ僕以外の人は全部モザイクになっちゃうんで見づらいかもしれないですけど、ね、僕がね、3年生の時はね、2組ですね。僕がこれですね、ちょっと名前が木村なんですよね。名字がね、結構変わってるんですけど、ね、騎士で生まれてるんですよね。で、騎士で生まれて、で、親離婚して、おかんの旧姓が木村なんですよ。で、おかん再婚して藤原なって、で、東京来て今京極を名乗ってます。結構ね、この当時の方が3つ感強いんかな、もしかしたら。なんか丸いんすよね。で、上上にも、その集合写真的な、この班で分かれて多分写真撮ってるんですよね。他の班が結構ね、この学校名のプレートの正門前ですよね。で、撮ってるのに対して、なんか僕らだけ、結構思想が見えるところで、真理と平和を求めての、石碑みたいなの前で撮ってるんですよね。あ、で、なんとなくのこのクラスの雰囲気の写真ですね。そうなんですよね。意外とね、集合写真でね、こっち系やったんですよね、僕。ちょっと自分でもショックやな。下のね、弁当の。この下の弁当を食べてる時の写真の距離感、僕だけおかしいんですよね、前の席との。みんなちょっと話して座ってんのに、僕だけちょっと距離感詰めすぎてるんですけど。何そのいいなずけ。これ右上のね、写真なんですけど、これほんま僕覚えてるんですけど、なんか僕だけお調子者みたいな写り方しちゃってるじゃないですか。違うんすよ。確実にこの角度で写真撮ってるやつおんのに、僕以外が無視しすぎなんですよ。僕だけが調子乗ってこうじゃないですから、本当に僕以外が無視しすぎ。みんな冷たいな。仲良くやってたイメージやったけど、なんか冷たいクラスに見えてきたな。僕ね、あんまりね、やっぱりこれ人数も人数なんでね、これ集合写真機ちゃんと写ってないですよね。ありましたね、僕いますね。なんなんやろな、これ。こういう体験あったんかな。全然覚えてないですけど、戦闘で持ち前の運動神経の悪さみたいなんがね、やっぱり僕だけ別の方向進む漕ぎ方してるんですよね。一番後ろやったら分かる役割なんですけどね、この舵取るためにこうやって。選手でこれは邪魔やな、普通に。そりゃ体持ってかれますよね、グーなってんもんな。これ覚えてるんですけど、割とね、活躍したけど映ってないんですよね。なんか林間学校の時に、じゃあファームステイか、ファームステイ、この時にね、僕芸人になろうって決めたっていう時なんですよ。
ファームステイの時に漫才をして、大きい友達とね2人で漫才して、それがね楽しくてね、あの芸人になろうって決めたんですけど、乗ってないな俺の中学唯一の思い出乗ってないな、勘弁してほしいな。だってこれ乗ってるんすよ、ポニーに乗るちっちゃい男の子はピンで乗ってんのに漫才乗せへんかね、ほんま滑ってたんかな。僕の思い出補正で受けたみたいになってるかもしれないですけど、先生目線で滑ってたし悪い思い出やから残したらんとこって、もしかしたらね、なってたかもしれないですね。ポニーめっちゃ受けたんかな。じゃあその理論でいくと、あ、これね、体育祭よ。体育祭でね、さっき教室でも書いてましたけど、ピンク団だったんでね、僕たちで優勝したんすよ、ピンク団でね。信じられないかもしれないですけど、これちょっと映ってんな、あ、こっち映ってんな。僕ね、これど真ん中で踊ってるんですよ、ドセンターで。正直ね、人気者でしたクラスので。僕木村やったんで、キムって呼ばれてたんですけど、キムっていう掛け声がこのダンス内に入るぐらい僕中心でちょっとやらせてもらってまして、で優勝したからね、すごい楽しかったな。これめちゃめちゃ覚えてるな。2位なんですけどね、正直あの漫才が1位なんで、多分1位の漫才がね乗ってなくてね、ちっちゃい男がちっちゃい子乗ってるの乗ってるんですよね。おもろいけど、そういうことなんか。これもマジ覚えてるんですけど、これね、僕アンカーなんですよ。そのさっき言ったこのやっぱ人気であったかな、お前下手したら立候補やったかもしれないですけど、確かね、どう見積もっても絶対ビリやってなってたんすよ、これ順番決まるまでは。ただ当日なんか誰かが欠席して、その穴埋めをクラスで一番足早いやつがやるってなって、これ勝てんちゃうってなって、ほんでアンカーの僕にバトン回ってきた時1位やったんですよ。で1位やって、そのみんな負ける前提やったから俺にアンカー任せたけど、なんかそうなるやったら違うみたいな結構な空気になって、割と非難浴びながら走ったっていう記憶あるんですよね。やっぱ各クラスね、アンカーは一番速いやつ任されてますからね。その中で一人、あれひどかったなぁ。とはね、まあ僕部活入ってなかったんでね、これ部活系の写真載ってないですからね。痩せ書きですよ、あなたが作るページですね。嫌なプレッシャーやで、これもな、なんか書かなあかんみたいな、やめたってほしいよな。今もこんなんなんかな、君の笑顔は最高だぜとかね。好きな科目、体育と社会、将来の夢、大きくなる。なんで俺のに書いたんだろうな。キムが一番面白いよとかね、高校では滑らない、やっぱり、ね、面白いって書いてくれてるんですよ、みんな。女の子からももらってますからね、卒業おめでとう、体育祭めっちゃ助かりました、キムのおかげで最優秀もらえたしね、感謝してますと。ええー、これ元カノですね。元カノピンクやな。あら、こんなんいいよな。でもやっぱりこれ大事やな、このページ、この当時何があったかみたいなやつ、選択きっしょいな。あ、スカイツリーまだ立ってへんやんか、すご。食べるラー油、一杯でしじみ70個分の力このラインナップ入る。流行語、ゲゲゲだよ、ゲゲゲの女房がこの時やったんかな。あら、整いましたさんや。もうこの当時はそう思ってなかったですけども、今先輩ですからね。女子会なかった、この当時まで。テンション上がるな、やっぱこの項目。ということで以上かなです。またね、中村バージョンもあると思いますんで、お楽しみに。以上、ゲームガイル太郎京極でした。